源馬健太郎君。源馬君。国民民主党の源馬健太郎です。今日も質問の機会いただきましてありがとうございます。これから、審議入りされる、特別養子縁組制度があると思うんですが、それに先立って、この、生みの親の下で育つことができない子どもたちを、養育していくと、いうこの児童福祉の問題について、今日は伺っていきたいと思います。この日本において生みの親の下で育つことができない子どもたちというのが4万6000人いると言われておりまして、そのうちの 85% が児童養護施設とか乳児院などの施設で暮らしているのがこの今の日本のこの特徴だと、社会的養護の特徴だというふうに言われていると思います。このような子どもたちが生まれる背景としては、虐待であったりとか貧困、死別、いろんな理由があって、生みの親の下で育てられないという背景があると思うんですけれども、自治体が保護をして、国や自治体が保護をして、そして施設であるとか、今日取り上げたいと思っている里親家庭などの社会の受け皿で育っていこうと、これが児童福祉法に基づいて、行われているというふうに理解をしております。この社会的養護の中にはですね、養子縁組の制度のほかに里親の制度がありまして、これを保護している、これは保護を必要としている子どもに対してこの家庭での養育環境を提供するためというふうに理解をしております。そういった中でこれから特別養子縁組制度についての議論がされていくわけだと思いますが、その第一段階としてのその里親制度ですね、子どもを育てることができない親の代わりに一時的に家庭内で子どもを預かって養育をすると、親子関係は生まれないんだけれども、そういった制度を使って子どもを一時的に養育してあげると、この制度について少し伺っていきたいと思います。まずはじめにこの里親の制度とですね、養子制度、養子制度の中には普通養子制度と特別養子縁組制度があると思いますが、この3つの、違いと、定義というか、そういったものをまず伺いたいと思います。はい、大野政民事局長。お答えいたします。まず里親制度と民法上の養子制度との違いでございますけれども、里親制度は児童相談所から委託を受けた里親が実親に代わって子どもを養育するものでありますけれども、里親となるものと子どもとの間には委員ご指摘のとおり法律上の親子関係を生じさせるものではございません。これに対しまして養子制度は養親となるものと子どもとの間に法律上の親子関係を生じさせるものでございます。次にその養子の中で普通養子制度と特別養子制度の違いでございますが、普通養子制度におきましては養親となるものと養子となるものの合意によって縁組が成立しまして、縁組が成立した後も養子と実親との親子関係が存続いたします。また離縁につきましても養子養親いずれの側からも求めることができ、合意による離縁も可能でございます。これに対しまして特別養子制度でございますが、家庭裁判所の審判によって成立したものでございまして、これが成立いたしますと養親と実親およびその血族との間の親族関係が終了いたします。またこの特別養子縁組の離縁につきましては厳格な要件の下では例外的にしかできないといったことでございまして、普通養子縁組よりもによって創設される親子関係よりも強固で安定した法的地位を与える点に特別養子制度の特徴がございます。源馬健太郎君。ありがとうございます。法的にしっかりと親子関係を作って、そして権利も保護してあげるという意味での違いが大きくあるというふうに思います。一方でやはりちょっとハードルも高くてですね、その、親子関係を結ぶとこまではいかないけれども、社会貢献をしようとかそういった意味で困っている子どもたちを助けてあげようという意味で、里親ならという、入り口としての制度も非常に重要であるというふうに思います。今日は特にこの里親制度について伺っていきたいんですけれども、国の方針としてもやはりさっき申し上げたようにその施設で育つ子どもたちが大半ということよりもそれよりも家庭での環境ということで、
2016年のこの児童福祉法の改正もそうですけれども、養育環境をしっかりと整えてあげようと、まあ、こういうことが国の方針でもあると思います。で、子どもの権利、子どもが権利の主体であることということを考えても、実施による養育が困難であれば里親や特別養子縁組などで養育されるようにという、まあ、理念も規定されているというふうに思います。まあ、その中で、その入り口ともいえる里親委託率が平成18年度末は 9.5% であって、平成29年度末でも 18.3% と、まあ、見方によっては10年間で 8.8% 伸びたと、倍増したと言えるかもしれませんが、まあ、まだまだやっぱり低いんではないかなと思います。まあ、そこで国としてこの里親委託率というのをどこまで伸ばしていくことを目標としているのか、また新しい社会的養育ビジョンというのが打ち出されたと思いますが、その後の進捗状況などについて伺いたいと思います。はい、厚生労働省藤原児童虐待防止等総合対策室長。お答え申し上げます。委員ご指摘いただきましたように、最近 の里親の委託率でございますけれども、新しい社会的養育ビジョン、これが平成29年の8月に策定をいたしておりますけれども、その直前の28年度末の委託率が 18.3%、まあ、その後一番直近の平成29年度末の数字がすでに出ておりますけれども、29年度末では 19.7% というふうになってございます。で、この新しい社会的養育ビジョンでは、今後の目標といたしまして、3歳未満についてはおおむね5年以内、それ以外の就学前のお子さんについてはおおむね7年以内に里親委託率を 75% 以上実現をしようというふうなことが提示をされたところでございます。で、これを踏まえまして、厚生労働省においては都道府県に対しまして、里親等への委託の推進に向けた体制構築も含めまして、社会的養育の推進計画を今年度中に策定をいただくようお願いをしているところでございます。またこの際ですね、都道府県におかれましては、これまで地域の実情さまざまあるかと思いますけれども、地域の実情を踏まえつつ、ただ子どもの権利や子どもの最善の利益はどの地域でも実現されるべきものであるということ、そして今申し上げました国の目標を十分念頭に置いて、その上で自治体ごとに数値目標や達成期間を設定していただくということをお願いしているところでございます。まあ、こうした中で国としてはこれらの目標の実現に向けてですね、取り組みをしっかり進めていきたいというふうに考えております。源馬源太郎君。はい、ありがとうございます。今 19.7% のものを5年以内に 75% にするというのは、まあ、相当ハードルが高いんじゃないかと思いますが、まあ、この都道府県別で見てもですね、一番いいところでもまあ 51% ぐらいしかないわけです。それ達成可能なんでしょうか、 75% というのは。藤原市長。答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、ただいま直近 の委託率が、まあ、2割、約2割ということでございますので、まあ、かなりハードルの高い目標ではあろうかというふうには思っております。ただ一方で、自治体によってかなりこの委託率差がございまして、高いところも、まあ、5割とはいえ5割ぐらいを達成しているところもあれば、あるいはまだまだ全然進んでいないところもある。まあ、そしてここ数年でですね、非常にこう急激に伸びている自治体もございます。まあ、こういったことも踏まえまして、まあ、自治体によってさまざまな好事例もございますので、そういったまあ好事例をしっかり把握をして、まあ、周知をするというふうなことですとか、それから昨年の12月に児童相談所の強化のプランを策定いたしましたけれども、まあ、この中で今後2022年度までに、まあ、約2000人の児童福祉司の増ということをプランで策定をしておりますが、この中には各児童相談所ごとに里親の支援を行うという担当者についても配置を行っていけるというふうな形でプランを組んでいるということもございます。まあ、こういったことも合わせながら、先ほど申し上げました都道府県における計画の策定ですね、こういったことで進捗管理をしながらですね、しっかり対策を進めていきたいというふうに考えております。源馬君。
少し通告の順番が前後しますけれども、今おっしゃっていただいたように、その自治体ごとでうまくいっているところもあると、それでも目標 75% に比べれば5割なので、まだまだ低いと言わざるを得ないと思いますが、一方でこの政令指定都市と都道府県のデータを見るだけでもですね、一番低いところは 8% ぐらいで、高いところは新潟市なんかは 50%、静岡県の静岡市も 45% と、非常に高いところもあるというデータがありますけれども、この差というのはどういうところから出てくるんでしょうか。その自治体のもちろん努力が一番大きいと思うんですが、どのように努力しているところは高くなって、一方で1割にも満たないところもあると、このその、なんですか、分析をどの程度されているのか伺いたいと思います。藤原室長お答え申し上げます。委員ご指摘ありましたように、里親等の委託率につきましては自治体ごとに大きくばらつきがございます。で、この理由でございますけれども、自治体によって事情さまざまでございますので、一概には申し上げられないんでございますけれども、やはり里親を含めた社会的養護の受け皿の状況が相当地域によって異なるということだろうと思っております。ただ一方で、先ほど答弁申し上げましたように、委託率を近年上昇をしているという自治体もございます。例えば福岡市ですとか大分県などですけれども、児童相談所への専任の里親担当職員の配置ですとか、それから里親支援を行う民間の、フォスタリング機関と申し上げておりますけれども、民間の機関との積極的な連携、あるいは非常に地道な活動ではありますが、体験発表会ですとか、市町村と連携した広報、NPO 法人や市民活動を通じた口コミによる紹介、などさまざまな工夫や努力を行っていただいて、里親登録の増加と里親支援の充実を図っていただいているところがあるというふうに承知をしております。ですので、厚生労働省といたしましても、こうした自治体の里親支援の後押しですとか、これには財政支援も含まれますけれども、後押しですとか、里親に関する広報啓発の推進を通じまして、各自治体の里親等委託率の向上に向けて努めていきたいと考えております。玄馬君。ありがとうございます。諸外国と比べてもですね、日本ではこうした里親ですとか養子制度、これが活用されているところ、割合が非常に低くて、この里親委託ですね、この委託率も本当に諸外国に比べると低いのが現状だと思います。いろんな分析があると思うんですけれども、その歴史的な背景があって、戦争孤児を収容するために施設ができて、それを活用を続けているから施設の利用が多いんではないかという、そういう分析もあると思うんですけれども、それだけじゃないと思うんですけれども、この例えばオーストラリアなんかでは約9割がこうした里親であったりとか養子縁組、これを使っていると。イギリスでも7割、韓国でも4割、一方で日本は20% 以下と、いうことなので、この差っていうのはですね、先ほど申し上げた施設ができた背景以外にどのようなことがあるのか教えていただきたいと。藤原室長。答え申し上げます。諸外国との比較でございますけれども、もちろん日本と制度が各国異なりますので、単純な比較をすることはできないもののですね、やはり委員ご指摘のとおり、欧米主要国はおおむね半数以上が里親委託であるというふうに承知をしておりまして、日本は施設擁護の割合が高いというふうに承知をしております。当然歴史的な経緯として、委員が今ご紹介いただいたように、戦争孤児といいますか、終戦直後の身寄りのない子どもについて、現在の児童養護施設が中心となって受け入れてきたと、そういう歴史的な経緯がもちろんあるわけでございますが、現状としての認識といたしましては、やはり里親制度に対する認知度がまだまだ低いということ、その結果委託するその里親の登録数が不足をしているということ、そして具体的なケースの場面では、里親委託に対する実親の実親の同意を得ることが難しいケースがあったりですとか、里親
さんのこう希望とですね、お子さんのこう条件がこうなかなか合わない、マッチングがこう苦労するとかですね、まあ、そういったさまざまな要因があるというふうに考えております。源馬君。これもちょっと通告の順番がずれますけれども、これから議論をしていく特別養子縁組制度とかですね、普通養子縁組制度、この養子となるにはやっぱりさっき一番最初にご答弁いただいたように、その、法的なしっかりと位置づけをつけて、親子関係をきちっと持つと、いうことで一段高いハードルにはなると思うんですが、この実際に今の現状でですね、里親制度を使って里子を受け入れて教育をして、そこからその里子をそのまま養子にするっていうケースっていうのはどのぐらいあるのか教えていただきたいと思います。藤原室長。答え申し上げます。子どもの委託を受け入れている里親が、そのまま子どもを養子にするというケースの数ですとか、全体に占める割合、そのものについては把握をしておりません。ただ一方でですね、里親の累計によらないデータといたしまして、平成29年度中に里親委託、この里親には通常の養育里親もあれば、養子縁組を目指した里親も両方含まれるわけでございますけれども、里親委託を解除になったお子さん、これが平成29年度中に1098人おられました。この方々のうち、解除後に特別養子縁組や普通養子縁組のになったお子さんの数が377名、割合にいたしますと 34.3% というふうに把握をしてございます。源馬君。ありがとうございます。こうした、養子縁組制度に向けての、入り口のその里親制度ですけれども、先ほども少しご答弁にありましたけれども、この、そもそも里親の、登録率を上げていくということが、課題だというふうに、ご答弁がありましたが、これについてのその具体的な、方策とか取り組み、どのようにその門戸をまず広げて、やっていこうとしているのか伺いたいと思います。藤原室長。お答え申し上げます。里親委託を促進するための具体的な、取り組みについてというお尋ねがございました。まずもって厚生労働省といたしましては、里親委託を促進するためにはまず第一にさまざまな広報活動を、実施をしているところでございます。特に毎年10月を里親月間というふうにしておりまして、この間ポスターやリフレット、自治体や鉄道事業者等に、配布いたしまして提示をお願いをしているですとか、新聞やインターネット、テレビ等を活用しました広報啓発活動、そして地方自治体が取り組む広報活動を、当初のホームページでも紹介をする、こういった広報の里親月間における取り組みを行っているところでございます。合わせまして里親支援をしっかり進めていくために、やはり自治体における体制を整備をするということが重要でございますので、昨年12月に取りまとめました児童虐待防止対策体制総合強化プラン、新しいプランにおきまして、児童福祉士の増を盛り込んでいるところでございますが、その中で各児童相談所に里親養育支援の担当の児童福祉司事を配置をするということにしてございます。またさらに子どもと里親家庭のマッチングなどを円滑に行うためには、民間の里親養育包括支援機関、民間フォスタリング機関と呼んでおりますけれども、こういった事業者の方々の活用も非常に重要でございます。このため厚生労働省では里親のリクルート、あるいはマッチング、里親家庭への継続的な支援、こういった業務を一貫して行えるような、ガイドラインの策定ですとか、予算措置としては里親養育包括支援事業といたしまして、予算を大幅に拡充するといったことにも取り組んでいるところでございます。今後ともこれらの取り組みによりまして、里親委託の推進に努めてまいります。源馬君。ありがとうございます。最後に一つだけ伺いたいと思います。今ご答弁いただいたように、いろいろ啓発活動ですとか、そういったことはやっていると、それそのものは里親制度っていうのがあるんですよっていうことの、啓発であったりとか広報だと思うんですが、日本財団が調査したところによるとですね、里親になってもいいという意向がありながらなってない理由の一番大きな理由が、子どもの人生を左右されるので責任が重いんじゃないかと、
で躊躇するというのが3割近くあったという調査がありました。まあ、里親制度知ってるか知ってないかもそうですけども、こういった不安を取り除くっていうことが、まあ、これからの養子縁組も特にやっぱり負担は大きくなると思うので、そのようなこの懸念を払拭するための取り組みみたいなことはされているんでしょうか。最後に伺いたいと思います。藤原室長、簡潔にお願いします。はい、お答え申し上げます。委員ご紹介になりました日本財団が行いました調査結果、おっしゃる通りの結果でございます。まあ、そもそも里親に関する認知度もまだ6割の方々が里親について知らなかった、名前を聞いたことがある程度というふうに回答しておられるということ、また手当があるということを知っていらっしゃる方についてはもう 1.9% ですとか 1.2% というふうな非常に低い状況でございました。ただ一方でそういうふうな知られていない、あるいはこう精神的負担感が重いというふうなこともありますけれども、同じこの調査の中では全体の 6.3% の方が、まあ、里親になってみたい、どちらかというと里親になってみたいという気持ちがあるというふうに意向も示されておられますので、やはり地道にですね、広報活動ですとか、それから自治体によっては実際に里子を経験された、里親家庭への養育を経験された方の経験談などを身近な形で広報するような取り組みもなされておりますので、まあ、こういったことを通じましてしっかりと取り組み進めていきたいというふうに考えております。源馬君、ありがとうございました。終わります。はい、以上で源馬健太郎君の質疑は終了いたしました。次に山野井